ウクライナへの侵攻を続けているロシア軍と東部バフムートで硬直状態となる中、ウクライナ軍はドニプロ川を渡り南部でも攻防が続いているよ。そんな時、ロシア軍が最後の砦となるクリミア半島に竜の歯を設置し塹壕を掘っている動画が公開されたな。ウクライナ軍の進撃が順調でロシア軍は退路を確保しているとも言われているが、まだロシア軍の防衛線が完全に突破されたわけでもないし、ウクライナ軍も油断できないぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島に設置された竜の歯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島の先住民族であるクリミア・タタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、10月4日にクリミア半島の東端に位置する港湾都市フェオドシア付近に、防衛線とみられる、対戦車障害物として知られている竜の歯らしきものが映っている映像を公開したよ。このクリミア半島は2014年、ロシアに一方的に併合されており、ウクライナはクリミア半島を奪還すると表明しているね。竜の歯ドラゴンの歯とは対戦車障害物ともいい、戦車のような無限軌道のキャタピラーで走行するために、道路以外の不整地でも移動可能なものの動きを妨げるために設置された人工の防御用の障害物で、鉄筋コンクリート製の三角錐や四角錐の突起物を敵の戦車が向かってくる方向に対して直角になるように、数百メートルから数キロメートルの長さに密に並べて敷き詰めてあり、さらに複数の列で構成され戦車が走行できなくなるような構造になっているぜ。そもそも戦車は分厚い装甲で、無限軌道より道路がない荒れた不整地のような場所でも走行できるが、幅がある川や深く掘られた塹壕などは容易に乗り越えることができず、竜の歯のように鉄筋コンクリート製の、硬い障害物を乗り越えようとすれば、戦車の底部が突起物に乗り上げてしまい、キャタピラーが地面から離れてしまうので、無限軌道ができず身動きができなくなってしまうわけだ。このような戦車の弱点をついたのが、竜の歯と呼ばれる人工の障害物で一般的には鉄筋コンクリート製の、四角錐の障害物が戦車の走行を妨げるように徐々に高く、複数列に敷き詰められているぜ。戦車が激突した際に竜の歯が壊れたり、ずれたりするのを防ぐために近い位置から2メートルの深さにコンクリートの土台を埋め、その上に竜の歯を乗せるような作りで戦車が激突したくらいでは壊れないのが一般的だね。このような四角柱の多くのブロックが地面に密に敷き詰められている様子が、竜の歯のように見えることから、こう呼ばれるようになったと言われているよ。竜の歯は、第二次世界大戦時ヨーロッパの戦域ではすでに使用されており、向かってくる戦車等の機甲師団の進撃を食い止めるために考案された古い対戦車用の障害物ではあるんだけど、戦車の性能が強化され現代化したとしてもキャタピラーを左右に有するという基本的な構造自体は変わらないのだから、戦車の進撃を食い止める方法としてはシンプルだが、今でも有用だと考えられているんだ。ロシアは占領したウクライナの各地、ほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりや、ドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に竜の歯を設置しており、3列に並べられた竜の歯は数百キロから千キロメートルに及ぶとされ、その両側には巨大な塹壕が掘られ三重の防衛線が設置されている様子が人工衛星の画像で確認されているね。しかし、短期間でこのような広範囲にわたって設置したとすれば、この竜の歯は地下深くにコンクリートの土台を設置し、梁を埋めて強固にした本来の構造ではなく、四角錐の突起物を地面に設置しただけの箇所が多くあるのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が SNS に投稿された動画ではイギリスがウクライナに供与した新型の主力戦車のチャレンジャー2が、あっさり竜の歯を押しのけ突破している様子の動画が公開されており、今回、動画で確認されたように、ロシア軍が設置した竜の歯は地下深くに土台を作ったりせず、ウクライナの反撃に間に合わせるため、戦車が簡単に突破できるくらいの障害物に過ぎなかったのではないかと思われるね。今回、クリミア半島の東端に位置しているフェオシアで竜の歯が設置されているのが確認されましたが、
ロシア本土のグラスノダール地方とクリミア半島をつないでいるクリミア大橋が架かっているケルチ海峡がある。ケルチ半島の南西方向にあり、黒海に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクである、ハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、フェオドシア北東部にあるとされているユーノハは、町から約16キロ離れた、ケルチ半島の根本部分の最も狭い部分に設置されているというよ。今年6月初旬から反転攻撃作戦を開始したウクライナ軍のザポリージャ州の攻撃軸における本命は、ドニプロ川を渡りウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に隣接するザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還した後に、ロシア国内のロストフナドヌから、ドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を切断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍の防衛線を突破し、クリミア半島の奪還を目指すことが最終目標とみられているな。もしこれが実現したなら、2014年に併合して以来クリミアに駐留しているロシアの部隊を維持していくのが難しくなるぜ。ウクライナ軍がこのような作戦で前進してくることは、クリミア半島を占拠しているロシア軍は当然わかっており、クリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、ユーノハや塹壕による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されているよ。フェオドシア北東部にあるとされているユーノハがその場所に存在するのが事実なら、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によりクリミア半島北部から、進撃してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくいんだ。また、ウクライナ海軍の戦力を考えたとして、ウクライナ軍がクリミア半島への上陸作戦を試みる可能性はまずないだろうな。すると、ロシア軍がこのユーノハを構築した本当の目的はケルチ半島の守りを固め、さらにクリミア大橋を守るという可能性が非常に高いとの見方が出ているぜ。もし、ウクライナ軍がケルチ半島へ進軍するのを防ぐためにユーノハが設置されたのであれば、ロシア軍はクリミア半島までウクライナ軍が突破してくると考えている証拠であり防衛の準備をしているとも取れ、さらには、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の防衛線をも突破し、トクマクやメリトポリを奪還しクリミア半島に押し寄せてくると想定しており、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声も出ているらしい。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織の、アテシュはフェオドシア近郊におけるユーノハ設置の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の、長距離地対空防空ミサイルシステム S300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺で、新たな要塞が築かれていることを確認したことも明らかにし、ロシア軍がクリミア半島の防衛を固めていると見ているね。その他、10月1日にはウクライナ軍との関連のある国の公的機関国民レジスタンスセンターもロシア軍は、クリミア半島の内陸の町に防空装備を移送し、町を防衛するために建造物を強化をしているとの報告をしているみたい。今では、ロシア軍は広範囲のユーノハの設置や塹壕堀に労力を費やしており、これまで占領してきた地域の防衛に徹して、守りを固めている状況だが、このユーノハの有用性については西側のメディアや軍事専門家の間では疑問視する声もあるようだぜ。ロシア人による反プーチン政権武装組織が2023年5月22日、ウクライナ側から国境を越えて、ロシア西部のベルゴロド州へ侵入し、複数の戦車や装甲車両を投入し、ロシア軍が設置したユーノハと塹壕の防衛線をあっさり越えロシア領内部核に侵攻したよ。この防衛線の建設にはベルゴロド州では100億ルーブル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築いており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事は昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと、今年の3月に宣言していたのにもかかわらず、武装集団はユーノハを迂回し、ロシア軍の兵士が少ない場所を選び、あっさりと防衛線を越えてしまったらしいな。
今ではロシア軍の兵力不足は慢性化しており、他の地域でも同様に防衛線を突破される可能性は大きく、西側諸国では U の葉の設置にどれだけの効果があるものかと注視しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。